ちぎれた。おはようございます。屋上ファームひろです。今日はとても暖かいのでいろいろと植え付けていきたいと思います。ポロシリーも芽が出てきましたので、いよいよポテバの方に定植していきたいと思います。あとは発芽処理をした種がありますので、それをポットやセルトレイもどきの方に移し替えていきたいと思います。それでは行ってみましょう。玄関の方にやってきました。一番奥はスナップエンドウです。10連で400円ちょいだったと思います。こうなんで買いました。こちらがポロシリです。少し芽が出ております。結構ここまで来るのに時間がかかったように思います。左側がこれはひょうたんです。娘が種をもらってきたので、種の先端をちょんと切って発芽がしやすいようにしています。娘がカイロを使ってこのように自分で発芽させました。なかなかやりよるなぁと思いました。こちらはメロンのムーンライトという品種になります。ずっとズボンのポケットに入れて人肌で温めて発芽させました。こちらのピーナッツはこたつに入れておりました。ちょっとこのサイズはポケットに入れるのに抵抗があったので、こうやってトイカプセルで管理するのは良かったかなと思います。あらかじめ水を含ませた種まきバイトです。お気に入りの卵のパックに入れていよいよ植え付けていきます。このメロンの種明らかに根っこが伸びすぎです。多分今の一押しで折れました。折れたんちゃう今ので。違うメロン。メロンの根っこが簡単に折れてしまいました。ちぎれた。こちらはひょうたんです。根っこが伸びすぎていないのでとても楽に植えられました。ここが根っこが折れたメロンです。ちゃんと育ってくれるんでしょうか。続いて落花生です。なんとなく縦に突っ込んで植えてみたのですが、念のためにその場で調べてみて本当に良かったです。急いで引っ張り出して植え直します。こたつの中で発芽をさせたので、今後の温度差でどれだけ頑張ってくれるかなという感じであります。スナップエンドウを買いました。つるなしタイプは比較的低めに育つらしいです。まずは絡まったつるを解いていきます。切れちゃってもあんまり気にしません。このトレイを今後も使い回していきたかったのですが、スポッと抜けてくれなかったのでちぎるしかありませんでした。根っこがたくさん回っていてとても頼もしいです。苗をポットの中心に配置して隙間を丁寧に土で埋めていきました。この作業を繰り返します。スナップエンドウの10個の苗のうち8個をポットに移しました。はい、屋上に上がってきました。あと2つあるこのスナップエンドウをですね、植え付けてみたいと思います。まだこれね、米ぬかが分解されきってない状態だと思うんですが、まあ、あえてですね、ここに植え付けてどんな結果になるかを見たいと思います。少し中があったかい気がしないでもないけど、でもそんなにガンガン発酵してるっていう感じでもないです。水分量はちゃんとありますね。
のまますくすく育ってくれてたら他の野菜も植え付けが可能なのかなと思うんですが、どんどん調子が悪くなってきたらもっと発酵が終わるまで置いておかないといけないっていうことなんだと思います。この状態をしっかりと目に焼き付けておかないといけません。ちょっと今更ドキッとしたんですけどね、この捕食腐ポット本当に水通すのかなって。ちゃんと通りますね、よかったです。ポテトバッグついに植え付けます。別に買ったポロシリです。説明はこの通りになっております。この通りにやっていきたいと思います。もうどこの休日のお父さんかなって感じなんですが、早速やっていきます。袋の上部の点線部分を切り取り、底を持ってトントンと床に落とし、底を安定させましょう。中の土はだいぶ乾いてます。袋の底にあるプラスマークの大きさくらいに穴を開けます。両面、底面とも。植え付け前のポロシリの状態です。種芋2個を対角線上に植え付けましょう。その時、種芋をパッケージ表面の青線あたりに植え付けるようにします。切り口を外側に 2,3 回折り返し、土から約5センチの高さになるように調節します。たっぷりと水を与えます。乾いた土が水を弾いてしまいまして、水をかけただけではちょっと不安だったので、ある程度混ぜて水と土をなじませるようにしました。水が染み込むようになりました。あとはそこから水が流れてくるまでたっぷりと水をかけました。無事に植え付けが完了しました。ひとまず屋上での植え付けも終わりました。今日の作業はこの辺にしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。それではバイバーイ。